ボクシング井上尚弥が前日計量で 30g オーバーのハプニング2回目で無事クリアし4団体世界バンタム級王座統一へ、バッチリです。ボクシング4団体世界バンタム級王座統一戦を翌日に控えた12日、井上尚弥選手が前日計量に臨みました。リミットは 53.52kg。しかし WBA&WBC&IBF 世界バンタム級王者の井上選手は1回目の計量で 53.55kg。まさかの 30g オーバーに会場はざわつき、井上選手も苦笑いの表情。調整のためすぐさま会場を後にします。一方、対戦相手のバトラーは 53.50kg で一発クリアし、余裕の表情。そして1回目の計量から約3分後、再計量のため会場に戻ってきた井上選手。会場中の視線が集まる中、体重計に乗ると、53.45kg とアナウンスされ無事クリアとなりました。1回目の計量後、トイレに行っていたという井上選手。2回目の計量でクリアが分かった瞬間、両腕でポーズを決め、笑顔を浮かべました。計量後、井上選手は、最後はきつかったが、順調に仕上がった、と計量を振り返り、明日の試合までにリカバリーをして体重をしっかり戻し、いいイメージでリングに上がれればなと。バッチリです、と試合に向けて意気込みました。井上選手が、世界9人目そしてアジア人初となる4団体世界バンタム級王座統一なるか、注目です。井上尚弥、初の計量オーバーに苦笑い 30g 超過、わずか3分後クリア、バトラーは 53.50kg。バスバトラーと4団体統一戦、体重計はデジタルだった。ボクシングの WBA スーパー &IBF&WBC 世界バンタム級、53.52kg 以下、3団体統一王者、井上尚弥、大橋、が13日、東京、有明アリーナで WBO 世界同級王者、ポール・バトラー、米国、と4団体王座統一戦を行う。12日は神奈川、横浜市内のホテルで前日計量に臨み、井上は 53.55kg で 30g のオーバーしたが、3分後の再計量は 53.45kg でクリアした。バトラーは 53.50kg で一発パス。井上が勝てばアジア人初、世界でも史上9人目の4団体統一となる。戦績は29歳の井上が23勝、20KO、34歳のバトラーが34勝、15KO、2敗。井上がまさかのキャリア初の超過だった。計量台に乗ると、相手陣営がオーバーを指摘。53.52kg のリミットを 30g 超過していた。井上は苦笑い、全裸で計量することはなく、再計量へ引き上げた。この間にバトラーがクリア。約3分後に戻ってきた井上は再計量でクリアし、ポーズを取った。この日の体重計は日本で通常使われる重りを使用した計量台ではなく、デジタルの体重計だった。ボクシング界には WBA、WBC、IBF、WBO の主要4団体が存在し、井上は6月に WBO 以外の3団体の王座を統一。4団体統一なら世界でも過去8人しかいない偉業だ。これまで最も低い階級はバンタム級より4つ重いライト級。井上が達成すれば軽量級初、アジア人初となる。また、4人の王者から1本ずつベルトを奪った選手はおらず、これまでの3本を KO で奪った井上が今回も KO 勝ちすれば世界初の4団体全 KO ダッシュとなる。試合は DTV、光テレビにて生配信される。